浄土宗プレゼンツ朝のひととき。お釈迦様は聞く人に応じて教えの説き方を変えたといいます。働き詰めの人には休むことも大切だと教えたでしょうし、怠け者には勤めに励めと諭したことでしょう。お釈迦様の死後、さまざまな教えが弟子によって編纂され、お経が残されました。仏教は何々宗と名称があり、それぞれ異なる教えのように思われがちですが、皆お釈迦様の教えであるお経に基づいています。どの教えも迷いを離れ悟りへ至る尊い道です。しかし尊い教えも実践できなければ、その恩恵に預かれず、実践なくして教えを身につけることは叶いません。今からおよそ800年前、鎌倉時代に浄土宗を開かれた法然上人は、比叡山において知恵第一と称えられるほど学識の高い方でした。30年の間悟りの道を求め、修行学問に精進されましたが、自分自身をその器量でないとし、45歳の時比叡山を降りました。人の心とは猿が次々に枝を伝うように移りやすく、一つの境地に落ち着くことがない。そのような人間が自力で厳しい修行に取り組むのは、小さな孫が大きな祖父の靴を履いて上手に歩こうとするようなものと例えられました。法然上人は自らも、また同じ時代を生きるすべての人々も、平等に恩恵に授かる教えをお経の中に探し求め、念仏の教えに帰依しました。自らの修行で煩悩を断つことのできない好みのまま念仏を唱える生涯を送り、臨終にあたって極楽浄土に生まれ、そこで悟りを得る教えです。そして南無阿弥陀仏を行とする浄土宗を開かれました。念仏とは仏様や極楽浄土の姿を思い描くことでなく、勉強して意味を詳しく理解することでもない、ただ真心で南無阿弥陀仏と唱えることと法然上人は説かれています。おはようございます。浄土宗の朝のひとときですが、1月の25日が宗祖の法然上人の、亡くなられた日ということで、1月の23日の日曜日午前10時半からこの法然上人のメモリアルサービスをやります、はい、ということで、法然上人のお話を陽子さんに朗読いただきました。はい、今年最初の朝のひととき、田中さんおはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくどうぞ。今年もよろしくお願いいたします。はい、この時間はロサンゼルスのダウンタウンリトル東京にあります浄土宗本院にお勤めでいらっしゃいます田中光道さんと今日もお送りしていきます。はい、大晦日元旦とね、忙しく過ごしたんですけども、はい、大晦日は、除夜念仏会をやりまして、はい、なんか陽子さんもやられたそうですね。ご自宅リモートでですね、はい、初めて参加させていただきました、はい、今回30分ね南無阿弥陀仏やったわけですが、はい、どうですかご感想は私これ実際に体験して自分でもびっくりしたんですが、はい、田中さんのお声に合わせてと言いますかね、はい、みんな合わせて南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って唱えるじゃないですか、はい、途中でものすごく眠くなりまして喋っているのに唱えているのに、はい、声を出していてどうしてこんなに眠くなるんだろうというぐらい、はい、ものすごく眠くなった瞬間が何度かあったんですね。同じ言葉をずっと繰り返してますしね。だからなんですか、はい、ですかね。いや、そういう法然上人とお弟子さんの問答っていうのがありましてね、はい、お念仏を唱えると眠くなって仕方ありませんとどうしたらいいんでしょうかっていうのはあるんですよ、はい、で法然上人がどうおっしゃるかっていうと、目が覚めたらやりなさいとまたやりなさいと、眠くなってもいいんだと、優しい、やることが大事なんだと、で、ちょうどその除夜の念仏会の時にもお話ししたんですけども、はい、日本人にとってこの大晦日から新年っていうのはすごくこう
聖なるものですよね、はい、でまあ、いつもと違うことっていうんでお念仏をやろうっていうんで、集まる方もたくさんいらっしゃいます。いわば心の選択ですよね、はい、ただでも選択だとするならば、普段僕らは服着て生活して、うん、選択は週に何回かしますよね、はい、これ選択を大晦日しかしませんって言ったらどうなりますかね。それはちょっとひどい状況になりますよね。だから心の中も同じことですよね。だから大晦日だけやるんじゃなくて、うん、普段毎日やんなさいよっていうのが、まあ、大事になるんでしょうね。なるほど、はい、でまあ、元旦には新年の初参りに、はい、たくさん見え、お参りね見えたんですけど、このラジオを聞いて来ました、はいっていう方もちらほらお会いしました。あ、嬉しいですね、はいはい、それは、はい、まあ、今年も始まったばかりですけども、まあ、あっという間に早いねなんて、もう年末だねって今年もなりますから、なるでしょうか ね、 ね、毎日毎日しっかりお念仏唱えていきたいと思います。はい、はい、2週に1回田中さんに気づきをもらえるようなお話を期待しておりますので、はい、思い出させていただけるようにこの気持ちを、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。